どうもカプラです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとびっくりしたことありまして、電気代がやばいですね。電気代がやばいです。うちはオール電化なんですよね。オール電化前提として、ちょっとうちの使用状況をちょっと話していこうかなと思ってるんですけど、うちオール電化で家族まあ3人というか、まあ子供もまだ小さいんで、電気をよく使う人は大人2人と。で、まあ日中はほとんど外に出てるんで、まあ電気は日中はほとんど使わないっていう感じなんですよね。一応エアコンを24時間つけっぱなし、暖房だったり冷房だったり年間通してまあつけっぱなしでっていう部屋が2部屋あります。で、1部屋がまあ18畳ぐらいの大きな部屋で、でもう1個が6畳かな、うん、で、24時間つけっぱなしでまあやってまして、で一応オール電化なんですね、うちね。オール電化なので、料理とかも IH 使いますし、お風呼吸灯、電気でお風呂お湯を沸かすってことで、まあガス代はだからかからない。ガスは契約してないんでガス代は0円なんですけど、まあそういったような感じで、使ってますと。で、契約はオール電化なんで、まあ60アンペアの電化上手っていうね、一昔前の、まあ、割安プラン、夜電気を多く使って人がまあ値段安くなるみたいなプランだったかな。で、まあそのプランで、だいたい毎月、まあ冬場で1万5、6千。うん。で、まあ行っても1万8千。2万円超えることって全然なかったんですよね。うん。そんな感じで使ってます。で、まあ、水槽うち、何台あるかな。動かしてる水槽としては5、6台。ライトが7、8本ついてるんですけど、まあ、そう言っても、そんな LED ライトって言ってもね、そこまで電力食わないんで、LED ライトなんでね。1本、まあ、10ワット、20ワット、うん、30ワットぐらいかな。パワーを抑えて使ってるんで。だから、まあ、そんなにね、1日7時間、8時間ぐらいしか点灯しないんで、そんなに電気代、かかってない方だと思ってるんですよ。まあオール電化でだいたい1万5000円平均値ですね。毎月1万5000円ぐらい、うん、です。で、冬場でも1万8000円ぐらいなんですけど、でガス代がゼロということで、まあだからガス料金と電気代合わせたら普通ぐらいじゃないですかね、多分ね、っていう感じなんですけど、ちょっとね今回電気代見てね、驚いたんですよね。今月ね、3万5千円でした。2倍ぐらいに上がっちゃって、本当にびっくりして、あれおかしいな。なんか、エアコンつけっぱなしだったかな、他の部屋みたいなね。電気つけっぱなしだったかなとかね、ちょっと考えたんですけど、やっぱり変わってなくて、で、確かに電気代前から上がるっていうふうには聞いてたんですけど、こんなに上がると思ってなくて、うん、びっくりしたよっていう話なんですけど、さすがにちょっと1万8000円ぐらいなのに普段3万5000円かな上がったのはびっくりしましたね。で、今日ちょっと美容院行ってきまして、で、久々に髪切れたんですけど、そこの店員さんに聞いたら、ガス代も上がってるよっていう風な話を聞いて、一人暮らしなんですけど、だいたい月、まあ、都市ガスで3000円ぐらいだったのが、今6000円ぐらいまで値上がりしてるっていう風に聞きましたね。って言ってね、びっくりしました。で、電気代もやっぱり、3、4割上がってるっていう話を聞きましたね。で、うちで言うと、やっぱり1万8000円が、まあ、3万5000円なんで、4割5割上がってるなというような感じですね。まあ水槽ね、水槽やってるから高いんじゃないっていうふうに思われがちなんですけど、意外とうち
うん、水槽やっててもそこまでね水槽の影響ってなくて、エアコンも2台24時間つけっぱなしなんですけど、そこまでエアコンも結構まあ新型というか霧ヶ峰のエコなねタイプのエアコン使ってるんですけど、割とそんなに電気使わないっていうか、エコなタイプのエアコンなんですけど、それでも1万2万超えることなかったですからね、今まで生活してきてね。それが急に3万5000円なんでちょっとびっくりしたなっていうのがまあ一つありました。それに加えてなんかまた値上がりするっていう話、これ以上値上がりするのみたいなね4割5割値上がり、3割4割か値上がりするっていうようなことをまあ春か夏ぐらいに計画してるっていうようなことがあって、これちょっと電気代かなりかかるなっていうね、まあ致し方ないかなっていうところもあるんですけど、まあ世の中的にねいろいろありますから、そうそう電力問題ね、原発止めたりとかいろいろあるでしょうけど、まあ電気代もう払わざるを得ないですからね、しょうがない、電気はね必要なライフラインですから。ただ多分そんなに節約しても電気代減らないんじゃないかなって思ってるんですよね。もともとその水槽に関しては本当にそんなに電力消費多くないんですよね。90ワットとかのライト使ってますけど、実際に30ワットも出てないし、パワー抑えて使ってるんで、そこまでね、ドライヤーを7時間ずっと、つけっぱなしにしてるとか、そういうような感じではないんで、そんなに電力使ってないっていう感じなんですよね、実際はね。アクアリウムって言っても、モーター動かすのだってそんな10ワットも20ワットも食わないし。っていうことなんで、まあ、そんな感じなんで、ちょっとね、驚いています。ということで、皆さんどうでしょう、電気代。どのぐらいかかってますかね。まあ、普通のご家庭で、どのぐらい値上がりしたんですかね。ちょっとコメントでよかったら教えてください。ということで、まあ、うちだけじゃないと思うんですけどね、結構、ツイッターとか見ても、電気代上がったっていうね、ツイートをちょっと見かけるようになったんですけど、まあ、ちょっと電気代について皆さんに聞きたいなと、先週ぐらいにちょっと思ったんですよね。電気代の明細、クレジットカードで引き落とししてるんですけど、見たら、今月3万みたいな、すごいびっくりしちゃって。なので、ちょっと皆さんどんぐらいかかってるのか、よかったら教えてください。ということで、いかがだったでしょうか。皆さんね、やっぱアクアリウムやってる上で、電気代、ガス代ね、まあガス代はあれですけど、電気代ね、まあかなりかかってるとは思います。まあただね、そんなに、水槽の本数いっぱいあるとか、120センチどかどかやってて、めちゃくちゃ、なんか、すげえ魚いっぱい飼ってるみたいな、いう感じじゃなければ、多分それほど電気代の高さって、そこまで、皆さん感じてる方も多くないんじゃないかなと思って、何本もね水槽何本も置いてヒーターバンバン焚いてっていう風にやってると、まあ確かに電気代上がったなっていう風な感じを多分受けてると思うんですけど、ヒーター使ってなくて、まあエアコン管理で例えばリビングに1台置いて、リビングで、まあ、24時間エアコン家族で共用でね使ってるから、ヒーターも別にいらないし、リビングに水槽置いてるから、まあ、そんなに、使う電気って言えば、モーターと、ライトぐらいですよっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、ちょっと、アクアリウムのせい、アクアリウムのせいではないと思うんですよね。この値上がり自体はね、毎年使ってる量ってそんなに変わってないんで、ということで、まあアクアリウムそこまで電気食わないはずです水槽1個2個だったらね、リビングに置いて楽しむ分なら全然そんなに悩むほどの電気代じゃないんですよ。なのでね、ちょっと、この電気代の値上がりを機にね、あんまりこう、アクアリウム
の趣味をちょっと制限しなきゃいけないとかね、そういう風にちょっと思わないでほしいなっていう、そのみんなでアクアリウムもちょっと楽しみましょうよっていうねいう気持ちも込めてちょっと動画作ったんですけど、ぜひねアクアリウム続けていただいて、僕のチャンネルもね見ていただいて、一緒にアクアリウム楽しみましょうっていうところなんですけど、まあ奥さんとかにね、電気代高くなったのはアクアリウムのせいじゃないのとかね、多分言われた方いるんじゃないでしょうか。うちは一瞬言われかけましたけどね、いやいや違うよと、例年と変わってないから、使い方はね、エアコン2台にしたけど去年もエアコン2台だったしっていう風な話をして、で電気代だって1万8000円9000円ぐらいで、まあ言ってもね収まってるじゃんっていうね、いつもと使い方一緒なのに3万5000円まで上がっちゃったっていうような話をねしたんですけど、まあみんなも値段上がってるからっていうね、これはだからちょっとぜひね、アクアリウムのせいではないと、この値上がりは。はい、ということで、もしね、奥さんとかに言われたら、まあ、ちょっとうまく説明、皆さんしましょう。はい、ということで、今回は以上になります。またね、ちょっとコメントいただけたら嬉しいなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。